楽園の魔女たちは、木川里美による日本のライトノベル。イラストは、むっちりムーニーが担当している。コバルト文庫より観光されている。サラ、ダナティア、ファリス、マリアの4人は、見習い魔術師大募集。という呼びかけに応え、四ミル国二次の谷という土田舎の魔術師の塔、楽園で、魔術師イエイザードの弟子となる。田舎、取り立てて、産業もなく、 特産品もない。国土も狭く、兵力も弱い小国。とんでもない宝物にて登場。ベルツ国、レクサ国が合併した王と女王が共同統治する国。ワインが名産。7日間だけの恋人に登場。カズル国から自治を任された南国の絶海の孤島神殿を母体とした大陸随一の学者。創立400年の歴史を持つ。 マリアの出身地、海辺の町。楽園の魔女たち賢者からの手紙楽園の魔女たち、とんでもない宝物楽園の魔女たち7日間だけの、恋人楽園の魔女たち銀座のプリンセス楽園の魔女たちドラゴンズヘッド楽園の魔女たちこの世が明けるまで、楽園の魔女たちスイートメモリーズ楽園の魔女たちを泥棒になる。 方法楽園の魔女たち課外授業のその後で楽園の魔女たち不思議の国の女王様楽園の魔女たちバラの棺に眠れ楽園の魔女たちハッピーアイランド楽園の魔女たち星が落ちた日楽園の魔女たち間違いだらけの一週間楽園の魔女たち好きと太陽のパラソル前編楽園の魔女たち好きと太陽のパラソル後編楽園の魔女たち天使の振り子楽園の魔女たち ミストルテインの野楽園の魔女たち楽園の食卓、前編楽園の魔女たち楽園の食卓、中編楽園の魔女たち楽園の食卓、後編。ありがとうございます。